じゃあ今お越しになられました。私も名刺もなくなってます。弱点が広る若者の未来のためのと、まず、八地こと矢島修平でございます。皆さん、こんにちは。と、俺の爪の、あなたの声で出てきちゃうねー。皆さん、こんばんは、こんにちはと。あんま元気ないよ。皆さん、こんにちは。日本をね、活気やって明るい未来に僕たちはしたいです。なので、僕たちの透明にある通り若者の未来へ向けて、日本の未来へ向けて僕たちが活動してまいりたいと思います。まだまだできて間もないです。もうこの頭と弱点がそうという言葉だけでもどうか覚えていてください。よろしくお願いします。僕たちが掲げる中で一つに、日本には石油採掘のできる場所があるんです。ダイネのトークというところがあるんです。そこを掘って日本の財政だったり未来へ向けて僕たちが動いていきたいと思います。まだまだそこ1800兆円と推定されております。こんな夢のある話皆さん知ってますか？今日初めて聞いたという方が大部分だと思います。それに向けて我々が動いていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。まだまだこれに感動してくれる人少ないです。なので今日はね、この影と影じゃない、おちぶさん様、影様の人にはではないんですけど、でもしかしてね、はい、そうだ、はい、影様の人、どうも投手どうすか、どうも、はい、NHK 問題だけでは許してもらえません。
と諸派連合ということで、この方が和人衆で扱うことになります。今の日本の経済をどうにかしてほしい。そして陰で悩んでいる方、そういった方の気持ちをどうにか引き取ってほしい。いろんな方の思いがあります。小さな小さな声です。日本の中では本当に少数派の意見です。でもこの NHK 問題を少数派の意見になるとは変わりません。少数派の意見でもこれは小さい声であるけども、多くの方が不安を持っている。なかなか声を上げることはできないけども、でも皆さんの中には非常に不安に思っている、疑問に思っている。どうにかしてほしい。でも今の政治家はそういった少数派意見を聞こうとしません。おかしいでしょ。このコロナの中でコロナよりもコロナが自粛自粛ということで経済が冷えしています。なぜだとは思わないけども、下がるべきポイントは何にも違います。お酒は提供しないであったかとか、営業時間を自粛しろだとか、テレワークにしろだとか、わけわかりませんよ。そういった声にはなかなか上げられないけども、でもそういった少数派意見をどうにか国政に反映させたい、そういう思いで集まった精鋭だと、今回も諸派の連合が集まってくれた皆さんがそういった精鋭だと我々は思っています。しかるべき選挙、しかるべき選挙、しかるべき選挙、我々はそういった少数派の意見、それを集約し、どうにか国政に反映させたい、ご覧になっております。なかなか伝わらない、なかなか届かない、そういった声を我々が一致団結をして、どうにか国政に届けようと思っております。今の政治には期待できない、今の政治家には期待できない、そういう思いがある方は、ぜひとも我々今回集まった諸派党連合が集まった、そういった皆さんの声を、活動、声、日々の行動、そういったものを見ていただきたいと思います。我々国民政党から国を守ると旧 NHK から国を守る党は、そういった被害者、少数派意見をどうにか国政に反映させるべき、 NHK と国民との間のトラブルを解消するべく日々頑張っております。そういった小型放送であったり、そんなことをすると NHK を持った時にやってればいいんだよ、そのようにおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし NHK を持っただけではなかなか皆さんの中では伝わらない、いろんなことをしなければならない、まだまだ逆境不健康になることは我々は否定できません。でも逆境の中こそできることがあるんです。ぜひとも皆さん注目してください。我々はどのような声を上げ、どのような行動をし、皆さんに訴え上げをするのか、これからもいろんな方がここに団長を呼んでいろんな主張をします、いろんなお話をします。ぜひ耳を傾けてください。ぜひ期待してください。よろしくお願いいたします。以上で NHK から次のロード、まあ、代表になりますけどね、ぜひ参加代表にもなりますけれども、古い政党から国を守るのを大統領に終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。私は市議会議員ですね、大垣正信という選手が、皆さん実際に NHK という形で当選された市議の方3名出てきていただきましたが、一人苦労してます。NHK だけをやるかったというのではなくてですね、全ての審査の声というので、これに今回 NHK 自ら報告をします。早速エアコンが参りました。両投手が参りましたので、もう私は大会で
NHK を無理します。終わり。この後しっかり喋っていただきますので、一旦ここでですね、質問を受けると今回言っていますので、質問を受け付けさせていただきたいと思うんですが、質問のこちらコーナー準備できているでしょうか。質問準備できます。じゃあお願いします。それでは、反対の立場で質問させていただきます。実は、先場所の動画でですね、黒川投手さん、あと、引き継ぎに1ヶ月ぐらいしかもらえた。それの大きな理由の一つとして、黒川投手に反対した。ということだったんですけれども。すいません。失礼しました。ちょっと確認が上がるので、やっぱり上がってもらおうと。ちょっと、これは高いこと。危ないんですよ、高齢者ですから。じゃあ、頑張っていきますよ。お願いします。ここでお願いします。ということで、質問された方、もうちょっと時間ありますので、まあ、今なんか質問したいなと思った方は、ちょっと時間に使えるかもしれませんけど、こっちに来てください。お願いします。じゃあ、どうしてください。この場合、こっからです。こっから、マイクを下ろしますね。先ほどからゴールっていう話とかレベルしかこれ本物によってはありません。
明確にしておきたいのは、一緒に何かをやるということには変わりないんですが、私はもう選挙には出ません。政治家としてこれから動いていくことはありません。ただこのプラットフォーム、選挙に挑戦するために必要なプラットフォームを提供するのが私の仕事であって、一つ一つの公約について今ご質問いただいたを良しとするか、ダメ、まあ、不可とするかについては、先に移民反対という政治団体から入れば、反対の方に立てているだけです。移民をもっと受け入れろという政治団体が入ってくるのであれば、そちらを優先する。私の中で NHK 問題以外は、すべて真っ白、フラットであるということを明確に説明します。以上です。はい。ありがとうございました。特別財政をですね、
介入しようとした石井幸喜さんが殺されました。この問題に突っ込んでくれますかと言ったところ、山本太郎氏は逃げました。僕は死にたくないということでですね、自分を総理にしてくれるんだったら考えるということでですね、彼は逃げたんです。これをですね、やってくれる人はですね、翼の党の黒川さんしかいないと思うんですけれども、やってくれますでしょうか。ありがとうございます。死んでもやりますので協力してください。だって俺一番上に書いてますからね、中央銀行制度の抜本的改革っていうことはそういうことです。ただ、まあ、政府支援だからいいということではない。あの中央銀行制度をどのように変えていくか、まあなかなかこんな話を外交で興味ある人もきっと、まあ、少ないと思うんですけれども、まあ、まず方向としてはそういうところに踏み出すと、私たちは一番上に書いていますの で、一番重要な課題としてその中央銀行問題をやらせていただきます。で、2つ目の特別関係の問題ですけれども、あのもちろん私はやらせていただきたいと思います。ちょうど昨日ですね、日銀の議員が FRB の金庫にあるという動画を出したんですけど、見ていただけましたでしょうか。あの嘘じゃない、嘘じゃなくておかしいでしょ。日本の金じゃないですか。日銀の金はアメリカの FRB の金庫にあるんですよ。怖くないですか。で、日銀と財務省に質問したらよくわかりませんって言ってるんです。法的根拠はないそうなんです。なんで日本に持ってこなかったかというと、輸送量が高いからだと。はぁ、いや、それたまたまじゃないですよね。まあ、要するに戦争に負けた独国の日本だから何も言えないんですよ。そういうことを今の特別会計の問題とも一緒なんです。その金のやり取りしてるのは外為特別会計とか日銀とかよくわからないんですよ、そのやり取り。そういうものは一個一個簡単ではないけれども、やっていかなければ、その日本国のお金は、だって皆さんが一生懸命働いても全部持っていかれるんですから、それは変えたいと思っております。力強い言葉。僕はね、その難しいことわからないんですよ。僕がわかるのは選挙制度、まあ、NHK の、出口調査の担当もやっていましたので、私 NHK 職員20年の間選挙事務局というところに 7,8 年は所属していました。だから選挙の制度とかやり方により詳しいので、こういう黒川さんのような優秀な人が政治の世界に出ていっていない、押し潰されようとしている姿を見て、あ、彼を政治の世界に送り出さなきゃいけないな、そう思っただけです。だから細かい政策の部分については私はよくわからないので、逃げるも逃げないも、わからないが逃げるかもしれませんが、いずれにしても黒川君を国会議員として国政に送り出すために私は頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。高田正一さんと石井幸喜さんの仇を黒川さんが取ってくれそうです。皆さん応援しましょうよ。もう一つだけ、ですね、今ですね、自民党はですね、パナソニックのですね、半導体事業部をですね、去年の9月にですね、売却しました。売却許可をしました。これはですね、日本のですね、戦闘機 F-15 のですね、レーダーに使っているですね、もうものすごい重要な半導体を作っている工場です。これをですね、敵国に売ったのが自民党です。これをですね、いくら質問してもですね、全く無視してですね、答えないのが自民党。しかもですね、野党もですね、全く追及しない。そしてですね、マスコミ4000社に僕はファックスを送ってですね、この問題を追及したんですけれども、マスコミも一切逃げてます。ぜひですね、自民党をぶっ壊したいと思います。あと野党もグルになってますのでですね、皆さん、規制政党はぶっ壊しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではあと一人一人もう終わります。今何、まだ大丈夫です。じゃあ次最後でよろしいですかね。
こんにちは。私なんて知られてないと思うんですけども、私はジャパニーズトゥルースストリートで今、ジャパニーズトゥルースストリート。よかったら、Google で検索してください。YouTube チャンネルにされちゃったので、Twitter とかで出てくると思うので。はい。で、黒川さんに質問です。はい。ですね、今、私たちの生活を破壊しているコロナ対策だったり、海外では死者が多数出ている、副作用などが出ている、新型コロナワクチン、アストラゼネカだったり、ファイザーだったり、あとですね、皆さんがつけているマスクなんですけれども、海外だともうドイツなんか、ドイツのワイマールだと、子供に有害だという判決が出て、子供のマスク着用禁止なんかにも出てるんですよ。そのように日本では報道されていないコロナの事実だったり、そういうことが多くあるんですね。マスクは子供の発生的有害だったり、新型コロナワクチンが危険だっていう、そのようなですね、そして私たちの経済を破壊しているこのコロナ対策、時短営業だったり、そのような非科学的で不合理な新型コロナ対策、あと子供にも接種が迫っている危険な新型コロナワクチン、このようなコロナ対策をオリーブじゃない、諏訪さんもそうでしたけど、諏訪さんの党の黒川さんは超えていただくことが当選したらできるでしょうか。冒頭の私が演説でも、今回の衆議院選挙に向けては反コロナ自粛というのはちょっとなんか左翼っぽくてあれなんですけれども、今のコロナ自粛政策を見直せというのは多分我々だけじゃなくて、先ほどちょうど大橋副党首もね、力強く言ってくださいましたよね。私だけじゃないんですよ。この党に関わる人たち、おそらくほとんどの諸派のみんなが、この今の自粛政策はおかしいと思ってくれてるんじゃないですか。どうですかね。これ何も反社会的なことじゃないと思うんですよ。さっきも僕が、いやコロナの対策おかしいですよね、若者たちかわいそうですよねって言ったら、そこから歩いていた多分中学生ぐらいの女の子2人が手を振ってくれましたよ。でも結構僕ら今外線でこのコロナの自粛政策考え直すべきだっていうのを言ってるんですけど、お年寄りだってそんな変な目で見てないです。だからやれると思いますから、私たちははっきりとコロナの自粛政策がおかしいので、それを変えるべきだと訴える。そして私、ちょっと遅れませながらでございますけれども、3日ぐらい前に、私は反ワクチン主義者になったという動画を出しました。これもですね、別に非科学的なことではなくて、今のやり方でのワクチンのみんなへのルフは、それはダメだということです。そして何より、若い人に打ってる場合じゃないでしょうというのは多くの人がそう思ってると思いますので、そういうところでですね、この感染にその全てを否定するということはですね、そういう人もいると思いますし、いろんな意見があると思いますけれども、少なくても若い人にあんな何かよくわからない中身のものをバンバン打ってる場合じゃないと、それははっきりと